お筆先9号明治8年6月1今までは何を言うても人間の心のように思っていたれど2この度は何を言うても人間の心あるとはさらに思うな3どのようなことでもしかと聞いてくれ人間心さらに混ぜんで4月日よりどのようなこともしっかりと言いかけるでなこれ聞いてくれ5月日より社となるお二人とも別間隔てておいてもろたら6何言うもそれよりしかと受けおうて助けするぞやしかと見ていよ7この先はどのような助けするのもな皆受け合うのもとであるから8どのようなことを言うても消さんよう確か聞き済み承知してくれ9この先はどんな難しい病でも皆受けようて助けするぞや10人間に病と言うてないけれどこの世始まり知りたものなし11このことを知らしたいからだんだんと修理や声に医者や薬を12これからは何かよろずを皆得でどんなことでもしかと聞くなり13これまでも大抵話も説いたれどまだ言うてない真実のこと14今日からはどのようなことを言うやらな月日の心まことせき込み15日日に何せき込むというならば月日飛び出る模様ばかりよ16この話しっかり聞いて承知せよどんなことをばするや知れんで17この先の道の容体しっかりと聞き分けてくれ月日頼みや18月日より飛び出たことを聞いたなら観浪台を早く出すよう19観浪台据えるところをしっかりと地場のところを心づもりよ20これさえか確か定めておいたならどんなことでも危なきはない21月日より飛び出るところちょっと話し高いところや遠いところへ22その話聞いたるならば一列はなんと月日は偉いものやと23世界中皆だんだんと言うであろうその日来たれば胸が晴れるで24今までは38年以前から胸の残念まこと気の毒25この度はどのようなこともしっかりと皆一列に知らすことなり26知らするも何知らすると思うかな元なる親を確か知らす27このようなことを言いかけ知らするも何のことやら誰も知ろうまい28この世を一列なるに真実を助けたいから知らしかけるで29今までにない助けをはするからは元を知らさんことにおいては30今までも知らぬことをば教えるは元なる親を確か知らする
31。元なるの親を確かに知りたなら、どんなことでも皆引き受ける。32。この話、誰が言うとは思うなよ。月日の心ばかりなるぞや。33。よろずよの世界一列見渡せよ。病というもいろいろにある。34。この旅はどんな難しい病でも、受けよて助け家伝教える。35。これからは確かに薬味言うて聞かす。何を言うても承知してくれ。36。この旅の悩むところはつらかろう。後のところの楽しみを見よ。37。先よりに精一杯に断りが言うてあるぞや思案してみよ。38。どのようなことをするにも先より断りたゆえかかる仕事や。39。この話どういうふうに思うかな。月日重要知らしたいゆえ。40。真実にこの一条を早々と月日の心を据えていれども。41。そばなるにいかほど月日頼んでも聞き分けがない、なんと残念。42。どのようなことを言うても今のこと、何を言うとはさらに思うな。43。だんだんと何の話をするにもな、先なることをばかり言うておく。44。これからは何の話をするならば、官老代の話一条。45。今なるの官老代というのはな、ちょとの品形までのことやで。46。これからはだんだんしかと言うて聞かす、官老代の模様ばかりよ。47。この台を少し掘り込み差し渡し、三尺にして六角にせよ。48。今までにいろいろ話と至るは、この台据える模様ばかりで。49。これさいか、しいかり据えておいたなら、何も怖みも危なきもない。50。月日より差しずばかりでしたことを、これ止めたなら我が身止まるで。51。これを見て、まこと真実結構と、これは月日の教えなるかよ。52。この代が出家たち次第務めする。どんなことでもかなわんでなし。53。この代もいつどうせえと言わんでな。でけたちたなら勤めするぞや。54。これさいか勤めにかかり出たならば、何からわんと言うでないぞや。55。これを見よ、確かに月日直物の、あたえしっかり確か渡する。56。どのようなことでも確か真実の証拠なければ危うきいこと。57。これからはどのようなこともだんだんと細かしく説く、これ背くなよ。58。この話何を言うやと思うなよ。官老代の模様一条。59。この台もだんだんだんと積み上げて、またそのゆえは二尺四寸に。60。その上へ平鉢乗せておいたなら、それより確か直物をやろう。61。
直物を他霊に与えることならば、この世を始めた親に渡する。62。天よりに与えをもらうその親の心を誰か知りたものなし。63。月日より確かに心を見定めて、それより渡す直物のこと。64。月日にはこれを渡しておいたなら、あとは親より心次第。